んにちは、くまみきです。すいません、ちょっと今更になっちゃうんですけど、ロサンゼルス特集で1個だけまだ出してない動画があったので今日出したいと思います。今日紹介したいのはロサンゼルスのファッションブランドジャパン LA っていうのをね、みんなに紹介したいなって思って、これ私インスタグラムとかで前から知っててすっごい気になってたお店で、でロス行ったら絶対に行こうって決めてたとこなんですけど、キティコンの時もそこのスタッフの方と仲良くさせてもらって、でね、店内とかも撮影させてもらったので、今日はみんなに紹介したいなと思います。でまずこれどんなお店かっていうとね、ジャパン LA だからもう名前の通りジャパン、日本と LA って感じで、結構日本の可愛いものをたくさん揃えてるお店なんですね。で店内結構サンリオグッズがいっぱい揃ってて、あとリラックマとか、あと着ぐるみがめっちゃありました。でお店の奥にはギャラリースペースもあって、そこで多分日本のアーティストさんのものを毎回コロコロ買いながら飾ってるのかなと思います。でまあ日本のもの置いてあるだけじゃなくて、ちゃんと日本のキャラクターとかブランドとコラボも結構やってるんですよ。やっぱり多かったのがサンリオのコラボグッズが結構多くって、私今着てるこのワンピースが日本の関谷ゆりえさんっていうイラストレーターさんとサンリオとジャパン LA とコラボで出したやつで、これがねもう会場、そのキティコンの会場限定だったからもうね、そこで売り切れちゃって売ってないんですけど、もうねこれ日本でもね販売してくれたらいいのになって思うぐらいすっごい可愛いですよね。あと私お店ではキティちゃんのセットアップをゲットして、これはパーティーに着ていきました。全部キティちゃんが物で顔を隠してる感じがすっごい可愛いです。あと私はね LA 行く時にもう絶対今回のねキティちゃんとシンプソンズのコラボを買おうと思って行ったわけですよ。で行ったらもうどれを買っていいか分かんなくなっちゃって、全部欲しくなっちゃって、で決められない間に売り切れちゃって、そこで買えなかったの。だけどそのジャパン LA のスタッフさんがわざわざ日本にそれを送ってくれて、でもうすごいたくさん着てます。もうこれ大好き、シンプソンズとキティちゃん、やばい、キティちゃん病にかかったシンプソンズたちだと思って。ねえこれポンチョなんだけど、すごいゆったりしてて着やすくて大好きです。でちょっと今ウェブサイト見てるんだけど、これからスターウォーズとかのコラボも出るっぽくって、あと私行った時はセーラームーンのコラボもあって、結構本当にみんなが好きなものとねいろいろコラボしてるんで、 LA 行った時はぜひチェックしてほしいなと思います。って言ってもそんなに LA 行けないじゃないですか、簡単に。でね、そしたら最近ね LA の友達が日本でも買えるとこあるよって教えてくれたのがこちら、ドールズキルっていうウェブサイトで、これジャパン LA 以外にも結構いろんなブランドを扱ってて、セールとかも結構常にね 50% オフとかいろいろやってるんだけど、多分 LA の人気ブランドとかここにギュッと詰まってて買えるんだけど、この上に注目、もしもしフリーショッピングトゥジャパンオーダーズ $200 プラス、だからこれ200ドル以上買ったら送ってくれる料金ただだよ、日本人ならみたいなことだよね。200ドルはだいたい2万円ぐらい、普通に欲しいやつポンポンポンってお買い物してったら2万円いくと思うんで、気になる方ぜひチェックしてみてください。私もまだねお買い物このサイトでしたことないんで、今度やってみようかなと思います。以上、今日はジャパン LA のご紹介でした。あれだな、結構思ったのが日本人の原宿系のこの服って結構なんかボディラインが分かりづらいようになってたりとかするんだけど、アメリカはねもうボンキュッボンって感じ、可愛いけどセクシーさも入ってるって感じになってると思いました。お店の詳細とかは動画概要欄と、あと私のブログの方でも書いとくので、ぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。世界で